1年半前の撮影中は本当に、大変で、毎日自信がない、なんかボロボロになりながらだったんですけど、こうして、最終日、ほぼ毎日、満席の状態でお客様のこうして目の前にいさせていただいて、嬉しい気持ちがすごく湧き上がりました。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。世の中お盆でですね、皆さん帰省されたりとか、家族と過ごす時間の中、くそ暑い中、お集まりいただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。島枝でございます。お忙しい中、また本当お暑い中お集まりいただきました。ありがとうございます。で、今日が最終日ですけれども、またこれからいろいろ展開していくことがあるかと思いますので、その時は一つよろしくお願いします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。本日はありがとうございました。週末で皆さん海に行きたいところ、この作品に来てくれてありがとうございました。無事最終日迎えることできて、足掛け1年半2年近くなんですけど、無事こうして上映を終えることができてとても嬉しいです。なんか人を殺めたというか、そんなことあるぐらいの本当にリアルな感じでしたよね。本日はディズニー映画ばりの僕のラブストーリーにお付き合いで、ありがとうございますというところで、いやもう本当にリアルです。リアルと普段は暴力反対。そうだったんです。そうです。っていうの前のことなんですけど、なんか前のことでこういろいろ面白いエピソードというかなんかありますか？やっぱ内容がホラーなんで、あれですよね、打ち合わせしている時が一番やっぱり夢中になってくると危険がありますよね。だんだんこう打ち合わせを普通に集まってやってる時はいいんですけれど、どうしても間に合わなくなってくると電話でやったりするんですよね。そうすると監督から指示を受けて、分かりました、じゃあ小田島夏実やっぱり一番最初に殺しましょうか。それがたまたま赤羽駅の真ん前のバス停で、わかりました、じゃあありがとうございます、すいません失礼しますって電話来た瞬間、こうなんか変な雰囲気だなで、交番が7メートル先なんで、よく通報されなかったなみたいな、まあ、そう雰囲気的にちょっと怪しい、なんでなんか娘が怪しいなと思ってましたけど、はい、はい、ありがとうございます。ここいつか流していただけますか。監督、この二人というかこの役者さんに対して、うわ苦労したなとかなんかちょっとイメージしてるなとか、意地悪な質問しやがって的な顔してますなんかあります。そうですね、初めての長編、初めてではないんですけど、こういう商業的なエンターテインメントとして初めてだったので、結構いろいろ悩むところがあるんですけど、やっぱり主演の、菅井さんには結構辛く当たったかなと思いますね。でやっぱり菅井さんどんな辛かったんですか。いや本当に辛くて、監督の目が冷ややかな目が、みんな言うんですけれど、私現場に行ってないんですけれど、役者さんたちみんな言うんですよ、監督が無表情で怖いと。だからこんな笑った顔なかなか見せなかったですよね。ワイン4杯飲んでるんだろう危険な感じで。でもあれですよね、菅井さんほとんどご飯も食べずに追い込まれてましたよね。やっぱり、ああいう役柄っていうのは、私も本当に経験が少ない、なんかやっぱ主演ということで、やっぱりこう役柄とかもちょっと理解しきれないところもたくさんあったんで、やっぱ監督がそうやってすごい追い込んでくれて、オフの間も本当にヘラヘラ喋ってるとちょっと抜けてんじゃないのなんて言ってる、はい、元々明るい子なんでちょっと、気抜くとすぐ役全然なくなっちゃう本当にそれがいじめ続けてっていうあれで、もうでも最後はもう、
はい、残念ながら過酷に人だけ殺してきた新潟の冬でした。いやでもすごいですよね、ああいうレイプする現場とか雰囲気ってどうなんですか。ですね、今日見ていただいたんですけど、もう引退されてるんですけど、セクシーな先生役の、まえちゃんがボタンをナイフでこうちぎって胸元を開くシーンあるじゃないですか、はい、目がなんですかね、もう泣いてるしゾクゾクするんですよね。いや、言ってましたよ、ゾクゾクするんですよ。なかなか俳優やってないとああいうシーンに巡り合うことがないあれだけセクシーな女優の胸元をナイフで切って目が泣いてるっていうのは、いや本当に、いやもう興奮しました。すいません、ありがとうございます。いやだからあそこの演出をよく監督のピーンって飛ぶのをこだわってなんかやってましたよね、ずっとよれよれっていう。すごい、あのボタン飛ばすっていうのはもともと映像業界入った時にミニスカポリスの AD から始まってるんですけど、はいはいね、自分がやってる時じゃない代に大原香織さんっていう人がいて、はい、彼女の得意技がボタン飛ばしものすごい巨乳なのでうーってやった時にボタンをピンって撮るのをスローモーションで撮るっていうのを総集編を編集してる時に見ていて、そのイメージがあったのでボタン飛ばさなきゃなと思っていて。あれですね、普通にナイフでボタンをああいうふうにやろうと思ったらいかないんですよ、ああいうふうにうまく。で、急遽現場でボタンを止める糸の本数を減らしてもらってやったんですけど、あれ気持ちいいですよ、パタンとパタンっていくと。いやもうそんな感じの雰囲気が喜んだ顔して、いやもうあの笑顔は素でしたね素でした。え、でもあれを書いたこの脚本家の僕に、あその部分は監督が書いてる。いやいやいや、そんな、ね、こと細かく書いたって。いや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 、いや僕最初読んだ時この人すごい、ちょっとすみません、カット。いやいやいやすごい書いてますね、弾力の人。本当はもともとこれパンフレットね、お買い求めいただいて読んでいただいた方は分かる、書いてあるんで分かると思うんですけど、もともとはコテコテのアメリカンホラーを作りましょうというつもりで考えてたんですよね。ですからハリウッドスタイルでメインのプロデューサー監督、それからもう一人脚本家の松本咲さんがいたんで、その4人で話し合いながら、作っていって、結局第3項ぐらいまで、から第4項でガラッと変わってるんですけど、その時にあまりその細かい、犯人の動機だとか犯人 何者なんだとかそういったことはもう一切スパッとカットして、それでお客さんに預けて見る人のイメージに預けちゃってやっていくような形に大きく切り替わってるんですけど、そのとにかく前段階でコテコテのホラーの時にいっぱい書いてたので、いっぱい書いてました。はい、いろいろ書いてました。いやだ、最後にですね、まず須賀さん、はい、本日は最終日、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。今 DVD 化の話が出たんですけど、それよりもまだまだ、おそらく各地で上映が続くと思います、はい、なので皆さん今日のことをですね、Facebook、Twitter でつぶやいていただいて、今後地方等でやるときにお客さん来ていただけるように宣伝のほどちょっと一つご協力いただけると助かります。今日は本当に暑い中お集まりいただいてありがとうございました。ありがとうございます。大体もう皆さん言いたいこと言ってくれたんですけども、まあこの映画見た後でなんですけど、一応ソーシャルネットワークサービス使って拡散していますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。